はい、皆さんこんばんは。どうもロミピです。今日はね、こちらのアボカドを使って最速おつまみを作っていきたいと思います。はい、じゃあね、アボカド一つ、これね、半分に切っていきましょう。はい、こんな感じで、こんな感じで切ります。はい、じゃあね、こんな感じで2等分にしたら一口大に切っていきます。はい、じゃあこれぐらいに切っておきましょう。はい、じゃあね、ボウル用意してください。切ったアボカドをそのままボウルに入れます。はい、そしたらね、食卓レモン、レモン汁をこれね、適量でいいです。ちょっとね、変色を防ぐぐらい適量かけます。そしたらこんな感じでなじませといてください。そしたらね、次ベビーチーズね、ベビーチーズ何でもいいです、2つ用意してください。はい、じゃあベビーチーズもね、一口大に切っていきます。はい、これぐらいに切っておきます。はい、チーズもね、アボカドと一緒にボウルに入れます。はい、今こんな感じです。そしたらイカの塩から用意してください。今回これね、ローソン100のね、安いやつです。100円ですね。で、60g 入ってます。じゃあね、これ全部使っていきます。そしたらね、塩から全部入れちゃいます。はい、そしたらね、ここにごま油入れていきます。ごま油は大さじ1です。大さじ1入ります。はい、今こんな感じです。それではね、よく混ぜ合わせていきます。はい、混ぜ合わせたらね、こんな感じです。醤油ね、ここちょっと適量入れてください。お好みで大丈夫です。ピューッと。はい、こんな感じ。じゃあね、今日はこれで完成。じゃあ盛り付けて食べていきたいと思います。はい、じゃあね、そういったわけで作ってきました。ババーン、アボカドと塩辛の和風ポッキー。どうすか、どうすか、この感じ。上からね、刻み海苔と鰹節、あとね、ごまをね、振ってます。じゃあね、早速いただきます。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。いただきます。はい、じゃあね、そういったわけでいただいていきましょう。こんな感じね、こんな感じね。じゃあね、早速ね、もう豪快に豪快にいくよ。めちゃくちゃうまい。マジで切って混ぜただけかよって感じだよ。びっくりすると思います、このね、もうアボカドの濃厚さね。サケ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 。いや、めちゃくちゃうまいよ。アボカドとチーズと塩辛のね、濃厚さがめちゃめちゃマッチしてて、でね、それをつなぎ合わせるのが例のごま油よ。あれでギュッと締まってね、めちゃくちゃうまいっす。でね、これもうね、酒のつまみでもいいんだけど、ご飯にかけてもうまいよ。本当にうまいね。やばいわ、こんなんペロッといっちゃうよ。最高。いただきます。はい、そういったわけでね、今日はね、アボカドと塩辛の和風ポッキね、作ってきました。本当にね、アボカド切ってね、あとは材料あえるだけなんでね、めちゃめちゃ簡単です。でね、本当にね、びっくりするぐらい本格的な味になります。これね、まあ今日焼酎で飲んだんだけど、焼酎じゃなくてもね、ワインにも合うし、あとはね、日本酒、めちゃめちゃいいと思います。お酒にも合うけど、白米にのせて食べても OK こんな感じなんでね、皆さんもぜひね、この魔界的な和風ポキ作ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画がいいと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。